ルカの福音書一章私たちの間で成し遂げられた事柄については、はじめからの目撃者で見言葉に使えるものとなった人たちが、私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことをはじめから綿密に調べていますから、尊敬する手を広さま、あなたのために、 順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによくわかっていただきたいと思います。ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの組のものでザカリアという名の妻子がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。二人とも神の前に正しい人で、 主のすべての命令と規定を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年をとっていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていた時、祭取職の監修によってくじを引いたところ、主の神殿に入って子をたくことになった。 彼が甲をたく間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると、主の使いが彼に現れて、甲の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。見使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツは、 あなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさいその子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり多くの人もその誕生を喜びますその子は主の御前に大いなるものとなるからです彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まずまだ母の胎にいる時から精霊に満たされイスラエルの子らの多くを 彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを偽人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは見つかりに行った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか この私は年寄りですし、妻ももう年をとっています。見つかいは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエールです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。皆さい、これらのことが起こる日まで、あなたは口が聞けなくなり、話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉を、 あななたたが信じかかったからです。民はザカリアを待っていたが神殿で手間取っているので不思議に思っていたやがて彼は出てきたが彼らに話をすることができなかったそれで彼が神殿で幻を見たことが分かったザカリアは彼らに合図をするだけで口がきけないままであったやがて勤めの期間が終わり 彼は自分の家に帰った。しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして、主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいました。と言い、五ヶ月の間安静にしていた。さて、その六ヶ月目に、見つかいガブリエルが神から使わされて、 ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。見つかりは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。 すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また、神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえに、 ヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかいに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかいは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。 見なさい、あなたの親類のエリサベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう六ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主の端ためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、好みになりますように。 すると、御使いは彼女から去って行った。それからマリアは立って、産地にあるユダの町に急いで行った。そして、ザカリアの家に行って、エリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは精霊に満たされた。そして、大声で叫んだ。あなたは女の中で、 最もも祝祝福福さされれたた方、あなたのの身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。 マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えます。この癒しい橋ために目を止めてくださったからです。ご覧ください。今から後、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なる者。 主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。 主は憐れみを忘れずに、そのしもべ、イスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみを、いつまでも忘れずに。マリアは3ヶ月ほどエリサベツの元に留まって家に帰った。さて、月が満ちて、エリサベツは男の子を産んだ。近所の人たちや親族は、 主がエリサベツに大きな哀れみをかけてくださったことを聞いて、彼女と共に喜んだ。八日目になり、人々は幼子に活稽を施すためにやってきた。彼らは幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母親は、いいえ、名はヨハネとしなければなりません、と言った。彼らは彼女に、あなたの親族には、 そのような名の人は一人もいません、と言った。そして、幼子にどういう名をつけるつもりか身振りで父親に尋ねた。すると彼は書き板を持って来させて、その子の名はヨハネ、と書いたので、人々は皆驚いた。すると、直ちにザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって、神を褒めたたえた。 近所に住む人たちは皆恐れを抱いた。そして、これらのことの一部始終が、ユダヤの産地全体に語り伝えられていった。聞いた人たちは皆、これらのことを心に留め、一体この子は何になるのでしょうかと言った。主の見手がその子と共にあったからである。さて、父親のザカリアは精霊に満たされて予言した。 こむべきかなイスラエルの神主。主はその見た目を顧みてあがないをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎む全ての者の手からの救いである。主は、 私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父、アブラハムに誓われた誓いを、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において、主の御前で、経験に正しく。幼子よ、あなたこそ、 糸高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立って行き、その道を備え、罪の許しによる救いについて、神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、明け者の光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らす。 私たちの足を平和の道に導く。幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に、公に現れる日まで、荒野にいた。